ポートレート・オブ・アドルフ・クラミ・バイジュールズ・ジーン、アントワーヌル・コント・ジュニュー、アドルフ・クレミュー・フランス系ユダヤ人で弁護士で政治家である。彼は、地の中小に対するユダヤ人の立場の改善に尽力したことから、ユダヤ人の擁護者と呼ばれた。1796年4月30日、フランスニームで裕福なユダヤ人の家に生まれた。1830年のフランス7月革命の後、 彼は、ルイ・フィリップ王と共に、パリに来て、ミシェル・ネーゲンスイの名誉回復など、多数の人物を弁護した。1842年に、政党の副総裁に選ばれると、党の活動のために活躍した。彼は最初は、ナポレオン三世を支持していたが、ナポレオン三世の野心を感じて離反し1851年12月2日に、逮捕された。 1869年11月に釈放されると1870年9月4日にフランス司法省法務大臣に就任、不屈戦争の敗戦による政府崩壊などがあり1871年2月14日に同僚と共に辞任した。1875年には上院議員に就任する。1840年にダマスコで起きた地の中小にまつわる事件では、 フランスのユダヤ人施設団の団長としてエジプトに赴き事件を解決した。ありがとうございます。